はい、こんにちは。車に乗って古墳に向かっています。宮崎県は都の城市にある牧之原古墳群というところに向かっております。ここはおそらくですが観光客がまず来ないところだと思います。間違ってたら地元の方申し訳ございません。多分観光客が来ない古墳を見てみようと思います。コツの仕方がわかかな。この携帯でねいつでもするんだよね。到着しました。僕がここの古墳に観光客がまず来ないんじゃないかと思ったのは、周りが畑なんですよね。観光地として整備をされていない感があります。めっちゃ畑の真ん中に古墳があります。画面がめっちゃ揺れてるのはこれ撮影がされているとは思っていませんでしたので普通に GoPro を持って歩いているため、このように画面がめっちゃ揺れています。つまりなんですが、今から古墳についての説明の看板を撮影をしようとしているんですが、撮影ボタンを押すことによって逆に動画撮影が止まります。それも全部ので説明書きの看板は一瞬しか映ってませんでした。なので看板を静止画にしました。牧之原古墳群高城町内には史跡として22基の県指定古墳があります。なぜこのように書いているかというと、この高城町というところは都の城市高城町なんですが、平成の大合併前は一つの町として独立していたところでした。その時の看板だと思うのでこのような書き方になっております。こちらには前方後円墳が3基、円墳が10基あるそうです。6から7世紀にかけられて作られたものと推定されております。この古墳の被葬者は誰か分かっていないそうですが、この作りや大きさから当時ヒムカの国の諸方地方を支配していた諸方の君牛諸井の一族の墓と推察されているということです。の高城町古墳でもよ、いつの間にかしてた。高城県指定史跡高城町古墳、昭和10年に指定されてる。戦前じゃない、戦中。高城地区内には大入石山有水の各地域に13基の古墳がありって書いてある。そのうち22基が県の文化財史跡となっています。一個はなっちゃらないことだよじゃろか。でこちらの古墳群には神長姫の伝説というものも残っているということです。日向の国に乙女あり、なお神長姫すなわち初見の君牛掛が女なり天皇戦士を使わして神長姫と飯なんとかって書いてる。
仕方がわからん。これ映ってんのかな。ズームどうすんだろうね。これ前方こう行くんやな、明らかな。あっちにもあったっけ。いっぱいある。いっぱいある。ボールのあっちにもある。マジ？こっちはねえのかな。畑やったわ。こっちはない。なんか怖いよ。こっちはないわ。姫日向の日向の国に乙女あり、なお神長姫すなわち諸方の君牛諸伊が女なり、天皇戦士を使わして神長姫を召したも。前方後円墳が、あそこに前方後円墳があるんですけど、ここが、地元のご老人方の憩いの場のゲートボール場になってますね。椅子がめっちゃ並んでます。これ前方後円墳だ。こっちが円墳で、あっちが違う、こっちが塩分、豊分です。すげえ結構でかい古墳ですよね。あそこに説明書きがあるから。でけえっすよね。あっち側がこう円方、前方、後墳、上になんか立ってますけど、なんか立ってますね。でこれ普通に横が畑になってます。こんなでかい古墳でした。